塚香野です。前節初スタメンでゴール取りました。はい。前節振り返ってどういった試合でしたか？ずっとアウェーがずっと続いてて、でチーム状態も2連敗してた中で、まあ、きっちり、ね、失点多い中でゼロに抑えて勝てたっていうのが一番だったかなと思います。でスタメンに関しては、まあ、本当に、ね、いつでもいけるぞっていう準備は一応してたつもりなので、来た時にはやっと来たかとは思いました。はい。実際その先制点でチーム勢いづけたかなと思うんですけども、はい、あのゴール振り返っていかがでしょう？まあ、本当にあれは、ね、チームみんながつないでくれたボールを僕がただにゴール流し込むだけだったので、本当に気持ちの入った、みんなの気持ちの入ったボールが来て僕が入れるだけだったゴールなんで、まあ、僕自身も嬉しかったですし、チームとしても勢いに乗れたかなとは思います。J3 昇格を目指して、はい、まあ、本格的に目指したこのシーズン、はい、特にこの夏場から少しちょっと足踏みが続いたところ、うん、チームとしてはどのように感じてたか、でまたベテランとしては改めてどういうふうに感じたか教えてください。まあ、本当に明確な目標が今年しっかりとできて、でそこにみんな行くぞっていう時にやっぱり負け出したり調子悪くなったりっていう時もありましたが、まあ、逆にとれば運がいいことに今年はそのまだこんだけ負けてても可能性があるっていうのをやっぱプラスにとって、そこはみんな一人一人声出して練習から励んでいったのがこの間の結果になったかなとは思います。まあ、残り3試合の中で、はい、まあ、可能性が残っていると、はい、この3試合勝ち切るためにチームとして必要なことって何でしょう？もう本当一人一人が 110%、120% 出さないと絶対勝てない相手ばっかりなので、うん、本当に俺が今日ヒーローになるっていうんじゃなくて、チームのために走れる選手っていうのがこれからは大切になってくるので、そこは僕も心がけてみんなより頑張って走って点取って勝てればいいなと思ってます。サポーターも、はい、まあ、リモートだったり、はい、まあ、当然今はお客さん入って応援してます、うん、サポーターに向けて、今後意気込みをお願いします。僕らも全然可能性がある限り、可能性なくても、まあ、頑張らないといけないんですけど、まだまだ可能性があるっていう状況の中でサッカーやらせてもらっているので、絶対に絶対に昇格しますんで応援よろしくお願いします。